新宿マインズタワーは東京都渋谷区代々木2丁目にある超高層オフィスビルである。隣接する旧国鉄中央鉄道病院職員寮の跡地に旧国鉄の債務償還を目的にした日本国有鉄道生産事業団による不動産変換ドーム方式土地処分の第一号物件として 事業団子会社のレールシティ東開発がデベロッパーとなり1992年5月に着工、1995年9月に竣工した。同社としては最初のテナントオフィスビルかつ新宿駅南口界隈発の超高層ビルである。本ビルに次いで新宿貨物駅や土地に高島屋タイムズスクエア、NTT ドコモ代々木ビルが同様にレールシティ東開発による 不動産変換ドーン方式で建設事業に着手し、竣行した。建築用途が混在する、規制市街地の中で、延べ床面積10万平方メートルを超える巨大建築を実現させるため、総合設計制度を採用することにより、容積率の緩和とともに、車線制限の緩和を受け、携帯及び配置の自由度を得ることで低層の住居、学校、病院等が密集し、 道路福院も狭い敷地西側からできるだけ距離を取り、L 字型の変形敷地の一辺を街のポケットパークとなるオープンスペースとした。また敷地内の東西を結ぶ日本の貫通道路を含め敷地の約7割を公開空地とし、巨大建築が当然持つべき公共性の確保にも努めた。建設当時における賃貸オフィスビルの厳しいテナント、 獲得競争に勝ち残る魅力を創出すべく、自然光のあふれる明るいオフィスをコンセプトに、片面開口が南面する高さ105メートルのアトリウムを中心に、執務空間と共用部に自然光を豊かに取り入れ、明るいオフィスとともに、災害時の心理的安心感と防災安全性を、またこれにより、オフィスレイアウトの自由度を高めることも実現した。 一階と地下には飲食店がある。また、都営大江戸線新宿駅開通時に、大江戸線専用の A1 出口と直結されている。また、南方向に、徒歩5分ほどで、代々木駅にも到達する。レールシティ東開発の出資者である、日本生命保険、第一生命保険、住友生命保険が当初区分所有していたが、2005年に、 ダヴィンチホールディングスが蘇生したファンドがそのほとんどを買収し、有限会社新宿マインズタワーを設立。一部テナントに対して賃料値上げ訴訟を提起した。その後、2007年に大和証券オフィス投資法人が買収し、J リードの投資物件となった。2017年12月、シンガポール政府投資公社が本ビルの持ち分約43%を 約625億円で大和証券オフィス投資法人から取得した。これにより、本ビルは大和証券オフィス投資法人とジックが共同でビルを管理、運営する体制に移行した。ありがとうございます。